ハイム・バイツマン、ハイム・アズリエル・バイツマン、または、ハイム・アズリエル・ワイツマン、カイム・アズリエル・ワイズマン、ヒー、EN、ハイアム・アズリエル・ワイツマン、チャージム、ハイムとも、1874年11月27日から1952年11月9日は、イスラエルの政治家、科学者、シオニスト運動の指導者で、初代イスラエル大統領。1968年発行の旧50、イスラエルリラ紙幣から1978年発行の旧5シェケル紙幣まで肖像が使用されていた。1874年、ロシアの小さな村モトル、現ベラルーシのモタリにユダヤ人として生まれた。ドイツとスイスで科学を学び、1899年、スイスのフリーブール大学の有機化学博士課程を卒業し、1901年から1903年、ジュネーブ大学で科学を教えた。スイス時代に未来の妻ベラに出会い、また、シオニズム運動に参加した。1903年、実践的シオニズムを主張した。1904年、イギリスに移住。シオニスト評議会の議長に就任する一方、マンチェスター大学で科学を教える。1906年にベラと結婚。1907年、パレスチナを訪れて移民の状況を見て、ユダヤ人国家建設には政治的解決と植民の両方が必要だと確信する。この考えは合成シオニズムと呼ばれた。科学者としては、砂糖にバクテリアを作用させて発酵させ、合成ゴムを得ようと研究した。ゴムの合成には失敗したが、研究の副産物として、1910年頃、バクテリアの一種クロストリジウムアセトブチリクムを使って、でんぷんからアセトンを合成する、バクテリア発酵法を開発した。1914年に第一次世界大戦が始まると、コルダイト火薬の原料として、大量のアセトンが必要になったが、当時主流の製法では大量の木材が必要で、戦争により安定供給ができなくなった。バイツマンは、イギリスに協力し、バクテリア発酵法の工業化に成功。彼の製法により、年間3万トンのアセトンが供給された。このことで、イギリス政府内のウィンストン・チャーチルや、ロイド・ジョージの知己を得た。さらに1917年11月2日、外務大臣、アーサー・バルフォアに協力して、バルフォア宣言を出させ、パレスチナでのユダヤ国家建設をイギリスに約束させた。1918年にはイギリス政府の講演でシオニスト委員会代表としてパレスチナに向かいテルアビブのユダヤ人入植地を視察した。1919年パリ講和会議にてアラブ民族運動の指導者だったイラクの王子、後に王ファイサル一世との間でファイサル・バイツマン合意に調印し互いの民族国家建設のために協力することを約束した。これ以降、世界的なシオニスト運動の指導者となってゆく。1921年、世界シオニスト機構代表に就いた。アメリカ合衆国を訪れ、アルベルト・アインシュタインと共に、シオニズム運動のための資金集めのキャンペーンを展開した。1925年、アインシュタインやバルフォアと共に、エルサレムのスコプス山に、ヘブライ大学を創設した。また、死海のリン酸塩工場、ナハラ M の水力発電所の建設を助成した。その後起こった世界恐慌に対して、1929年、ユダヤ機関を設立した。1931年には一度WZO代表を退き、研究生活に戻った。1934年、レホボトにダニエル・シーフ研究所、ダニエル・シーフ、リサーチ・インスティチュート、後のバイツマン科学研究所を設立し、所長に就いた。しかし1935年には、WZO代表に復職し、1946年まで務めた。第二次世界大戦では、イギリス軍需省の名誉顧問となり、合成ゴムと廃屋ガソリンを研究した天然ゴムの産地である、マレー植民地が日本に占領されたため、また、イギリス軍内のユダヤ旅団の組織を促進した。彼の息子2人も軍務に就き、1942年、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトとの会見に出発しようとした時、バイツマンは息子マイケルの飛行機が撃墜されたと知らされたが、仕事を続けた。1947年、国連のパレスチナ分割案に対し、パレスチナ国家の独立は認めたが、ネゲブをイスラエルに含めるよう主張した。ハリー・トルーマン大統領と会見して、支援を取り付け、主張を認めさせることに成功した。1948年、イスラエルの初代大統領に就任した。ただし、イスラエルの大統領は名誉職としての性格が濃く、実務は主に首相がする。1949年、バイツマンの75歳の誕生日を記念して、ダニエル・シーフ研究所が、バイツマン科学研究所と改名した。1952年、大統領在職中、78歳で死去。自身の希望により、遺体は、レホボトの自宅に埋葬された。1966年に、死去した妻ベーラも埋葬されている。甥のエゼル・バイツマンは、第7代イスラエル大統領、1993年から2000年である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。